ち短し恋せよ乙女。お願いでくださいお嬢様。でもあなたの荷物になるわ。前はどこまで話したっけ。ああそうだ、珍しいやつほど価値が高いって話をしたっすね。君たち知ってる？最近流災の影響でモンドの果物収穫量が減ってるってこと。そのせいでモンド産のお酒が高騰してるんすよ。流災のことなら知ってるな。そっすか。じゃあ頭がいい君にはなんで俺が鎮火と日用品を交換するかお分かりっすよね。もうすぐ世界が滅びるからか。短し恋せよ乙女。そう言わないでくださいお嬢様。リーユエを出たら。でもあなたの荷物になるわ。言わないでくださいお嬢様。リーユエを。